はい、酒好きな新潟人の石殿、始めていきたいと思います。まあちょっとね、今4時近くなんで、深夜の、ボリュームを下げつつ、やっていきたいと思います。今回は、生ビールではなく、これは発泡酒なんです。これ値段が350円。前回飲みました、この新潟ビール。これの、どうやら上位互換らしい。これなんだこれ ?RJ って書いてある。なんだろう。品名が発泡酒ってなってる。で、麦芽使用率 25% 以上に 50% 未満。なのに、これ値段が350円するんですよ。さっきの新潟ビール。あれが300円なんですけど。それより50円高い。原材料名が麦芽と大麦、括弧新潟県産。と、糖類とホップ。アルコール度数 4.5%。容量が 330ml。製造者が、新潟麦酒株式会社。まあ、さっきの新潟ビールと同じ会社です。これ初めて見たね。大麦、かっこ新潟県産って。かっこ新潟県産って書いてあるのがすごい。新潟県西蒲原郡。に広がる砂丘畑。近年生産者の高齢化などにより、耕地が行われない遊休農地が増加しています。せっかくの農地を遊ばせずに、これ以上遊休農地を増やさない、こんな思いから産学官の力を集結し、県内で初めて砂丘畑でビール麦の栽培に取り組み、産学官連携スパークリングが誕生しました。4本飲むと1平方メートルの雑草の畑が復活します。飲めば飲むほど地元に貢献できます。さっぱり意味がわかんねえ。これすごいよ、ほら。真っ白。これ。ほら。真っ白。で、RJ って書いてある。何のビールなのかわかる。名前何これ。このビール何って書けばいいの？わかんないんだけど。何 RJ って。これ確か新潟レジェンドとかじゃなくて。RJ じゃないけど。RJ って何？新潟ビールレジェンドとかじゃなかったっけ？なんかそんな感じの名前だった気がする。うわぁ。またこれ新潟ビールとほとんど同じような、この濁り感よ。この濁り感ですわ。いわゆるなんか、発泡酒ってことは、何なんだろうね。わざわざ発泡酒なんだけど、なぜか新潟、普通の生ビールよりか安くない、高い発泡酒みたい。わかんないですね。RJ とかでググってみるか。RJ とか。RJ。ビールでググれば。RJ ビールでググります。RJ。出てこねえな。なんだこれ。まあいいや。乾杯。新潟のレジェンドって書いてあるね。
味としてはちょっと香りが強くなった。なんかこう、鼻、なんていうかな。香りがね、香り高い、新潟ビールみたいな感じ。ブログでありましたが、RJ レジェンドというビールです。新潟ビールの RJ レジェンド。つまりこれを4本買うと、なぜか1平方メートルの畑が復活するらしい。となれば、金持ちがこれをブワー買いまくって、そうすると、なんか、貢献できんの？よくわからんな。別に貢献する気ねえんだけどな。RJ。あ、でも一応名称としては RJ。ということなんだろうね。わかんない。新潟麦酒の株式会社、新潟麦酒株式会社の RJ、レジェンド。つまり名称としては、正式名称が RJ レジェンドっていうらしいですね。うん。うん。なぜか新潟ビールかも、香りが強い。だけど、なんだろう。わかんねえな。味が、香りが強いんだけど、コクがなくなったような気もしないでもない。コクがなくなった気もしないでもないですね。わからない。なんだろう。なんか、あ、やっぱコクがなくなってるな。なんかコクがない。新潟ビールよかも、コクがなくなってる気がする。なんかちょっとさっぱりしてて、新潟ビールがさっぱりしてつつ、香りが強い感じ。さっぱりしちゃったんだけど、香りが強い。まあやっぱ発泡酒だけあるっつーことなのか。でも発泡酒っていうレベルの商品じゃないですね、これは。普通のビールでも何も問題ない味です。ただこれ麦芽使用率が結局 25% 以上 50% 未満っていう、その発泡酒のね、法的な意味での発泡酒っていう、その、くくりがあるから。まあ仕方なく発泡酒になってるんでしょう。こっちの新潟ビールはちゃんと、まあ麦芽とホップしか使ってませんから。まあ完全に生ビールということになる。でしょうね。まあビールっていうことになるんでしょう。でも、公式サイトには、なぜか知らないけど、RJ、あった、レジェンド。レジェンドあるけど、ん？あった、レジェンド。ん？レジェンド24本で7257円。たっけ。え、待って、24本で7000円。バカ。7257円割る24。
ああ、1本300円ぐらいだ。一応、新潟ビールのその公式サイトによると、名前がレジェンドと書いてありますね。麦芽使用率50%未満だが、確かなコクが味わえる発泡酒となってます。あ、やっぱりそうだ。レジェンドの方が高いですね。こちら新潟ビール。こっちが24本で6868円だから。やっぱりこっちの方がなぜか発泡酒のくせに高いっていうわけがわからない。すげえな。ただこっちの方が個人的にあんまり別にうまくはない。つう感じ。うまくはないっていうか、まあ値段50円高いし。まあ俺山屋で買ったんですけど、まあネットで買った方が、まあ24本だけどね。ただこの新潟ビールは、他にもまあ、あるんですよ。瓶のやつ。この瓶のやつがなんと1本 310ml の瓶で24本で8553円なんで、むちゃくちゃ高い。1本350円。まあ、ネットだから送料かかるからあれだけど。多分山屋に行けば売ってると思うけど。まあ、ただ少なくともここは新潟しか売ってないでしょ。新潟の山屋でしか売ってないでしょ、これは。まあ、ある意味っていうか、まあでもネットで買えるっちゃ買えるけど、まあでも24本で買わなきゃいけないしな。単品で買えないっていう意味で、なるほど。ちょっと興味出てきましたね。まあもう、まああと3ヶ月ぐらい。まあ新潟を、まあ去ることになりましたから。新潟でしか飲めない酒は飲んどいた方が、まあ飲んどいた方がっていうかまあ、ね。まあ、新潟でしか飲めない酒なんて腐るほどありますけども。当然。まあその9割方多分日本酒なんで。俺も日本酒はもういいなと思ってるんです。正直。まあ、新潟で飲める日本酒は、まあ、あらかた飲んだこともないけど、むしろ新潟って基本的に日本酒は有名でしょ。だから、日本酒なんて新潟じゃなくても絶対買えるんですよ。普通にネットで売ってるから。久保田とか、ね、越の完売とかなんて、普通に売ってるんです、そこら辺で。ネットでね。ただ、ビールっていう、新潟でビールだからね。これは、ある意味貴重でしょ。しかも、これ1本だけで欲しいのに、多分これ24本じゃないと買えないから。8000円も出さないと1本の値段っていうか、一本買えないんだよね。結構そういうのあるんですよ。例えば俺、今日ありましたけど、ウイスキー。あれね、ウイスキーもね、なぜか、俺飲みたいウイスキーあるんですけど、なぜか4リッターしかないパターンとか、なぜか4リッターとか2.7リッターのあれしか売ってないっていうのが、700ml で売ってないウイスキーっていうのがあるんですよ。まあ、例えば、オーシャンラッキーゴールド。あれ、確かキリンだったよな。キリンオーシャンラッキーゴールド。ってやつ。まあ、
ウイスキー飲んでる人だったら、まあ、わかると思うんですけど、まあ、いわゆる、まあ、安酒ですけども。ただね、あれをね、ちょこっと飲みたいんです、俺は。せいぜい 180ml ぐらいのやつ飲みたい。むしろ、50cc だけでいいわ。ああ、ミニチュアボトル欲しいんだけど、ミニチュアボトルで飲みたいのに、ぐらいのレベルで飲みたい。俺は。こういう動画作ってる人間からすると。ただね、それなのに 2.7 リッターとか4リッター、むしろ4リッターしか売ってないんじゃねえか。っていうレベルのやつがあるんですよ。お前、そのためにお前4リッター3000円とかさ、4000、3000、あれだと3000、3000ぐらいか。オーシャンラッキーゴールド多分3000ぐらい。なんか、バカバカしい上になんか、もしそれがクソまずかったとしたら、本当に取り返しつかないんですよ。マジで。ね。本当に勘弁してほしい。だから、山屋とかで、新潟の山屋とか、酒屋でね、売ってる、一本で売ってる。しかも、ここでしか、新潟でしか、ね、その一本は売ってないってなると、やっぱり、ちょっと興味出てきたな、これな、新潟ビール株式会社。新潟麦酒株式会社。まあ、いろいろ出てますけどね。1,2,3,4,5,6個。6種類で出るのか。他に高いやつがね。瓶のやつがね。まあ、これちょっとこのエスプレッソってのを飲んでみたいな。エスプレッソ。新潟ビールの。エスプレッソ。ブラックビールの特徴的な香ばしさと苦味をさらに引き出した。クロートのためのビールです。だって。アルコール度数 7%。高え。高えな。これも多分350円以上するな。下手したら400円。以前も言いましたけど、コメントでありましたけど、指名ビールが530円ぐらいですか。でも指名ビールはあれ、有名だから、あれ、新潟とかじゃない。あれ、指名ビールって多分か、あれ、海外のビールでしょ。うん。だから知名度が高いんで、多分どこでも売ってるんですよ、あれ。ネットでも当然1本から買えるし。でも逆に言うとね、新潟のビールってね、多分1本買えない。多分他の県行ったら、ネットでほぼ多分買えないんじゃない？うん。となると、もう新潟でやっぱ安く買えるっていうのはやっぱり、まあ、新潟にいる以上、ね、避けては通れない。というよりも、避けて通る必要がないんだけども、まあ、そういうことですよね。うん。結局、あれだからね。まあ、特権みたいなもの。完全に。新潟人の特権だから。うわ、でもいっぱい出てんな、これ。どうなってんだよ、これ。この会社マジで。なぜか発泡酒の方が高いんだけど。なんだこれ、嘘。トリュフ入ってるビールなんてあるの？ホワイトトリュフ。トリュフ抽出エキス配合なんていうのがある。ホワイトトリュフ。24本入りで。同じく瓶のやつで9331円って。どうなってんだよ。もう、どうなってんだよ。
どうでもいいんだけどさ、9331円で、はぁ ?9331÷24。うわ、388円もする。たっけ。お前、普通に考えてみ。あの、締めビールもそうだけどさ、俺さすがに締めビールお前全種、3種類ぐらいあるけどさ、あれ全部3種類買ったら、あの、あれだよ。1600円ぐらいするよ。いや、別に1600円が惜しいとかじゃないんだよ。あのね、あなたね、ビールってさ、ウイスキーと違って、ね、なんかこう、俺がなんかさ、結局まああれなんだけどさ、庶民だからまあ言わせてもらうけども、あれだよ。ビールなんてお前。さあ、これ缶ビール一本さ、もの、まあ一本でお前500いくらするわけだよ。結局、容量としてな。容量的な意味でな。530円くらいするんだよ。っていうことはだよ。もうこの缶ビールなんて一本、もう、すぐ飲んじゃうんだよ。そこなんだよな。まあ、ビールちょびちょび飲んで、はい、残しときました、なんていうのはできないんですよ。当然。ウイスキーと違って、焼酎とかと違って。ね。ちびちび飲めないならまあいいですよ。わかります。ね。まあ、ビールなんて今一本あげたらもう即終わりだぜ。もう残してたらもう逆にまずくなる一方だからな。まあいわゆる生鮮食材みたいなもんだよ。お前、よく考えてみ。キャベツが1個500円だったら、お前どうするよ、1個。キャベツ1個500円なら買わないだろ。キャベツどころか、お前。キャベツとかのデカさじゃないぞ。お前、人参ぐらいのレベルだよ。人参1本500円とか誰が買うんだよ。ね。あの、本当に、ちょっとそこを考えてもらいたい。っていう、考えてもらいたいっていうか、別に怒ってるわけじゃないけど。いや、わかりますよ。確かに。締めビールうまいんでしょ?うまいってのはわかった。わかる。うん、わかるわ。ただな、結局そういうことだよ。まあ、金がね、俺がまあ、あったとして、もう富豪ぐらいのレベルでね、まあ、年収100億ぐらいあったとして、100億ぐらいあったとしましょう。まあ、そしたらね、確かにか、あの、考えなく、もう普通に買いますけど。まあ、あくまで一般庶民だぞ。しかも、まあ、もう、あれだぞ。食なくなるとニートになるぞ。っていうことを考えてね。ニートにならなかったとしてもだ。お前、ビール瓶一本、お前。一本500円っておかしいだろ。さすがに。ウイスキー、お前一本、お前700円ぐらいの、ね。ブラックニッカクリアとかなんてお前600ぐらいで買えるんだぞ。それをさ、もうビールでさ、一本開けたらもうすぐなくなるんだよ。もうゴーゴーゴーと飲んで、はい。はい、終了。もう15分足らずで飲み終わるレベル。ね。味わっても20分、30分で終わるぜ。それお前500円って。それきついわ。あくまでこれ、あの、この動画はね、あの、高み目指す動画じゃないですから。あくまで、ここで言っときますけど、まあ、この動画を、この動画を見てる人はあんまりいないと思いますけどね。少なくとも俺の、このね、飲酒動画、酒好きな新潟人の飲酒動画、この酒好きな新潟人のユッキーはですね、あの、あくまでも庶民です。あの、限度を超えたね、あの、あくまでも庶民の味方なんで、あの、限度を超えたね、酒っていうのは挑戦しません。当然、お前あれだ、ドンペリとかさ、お前酒好きな新潟人だからって、お前ドンペリ飲んでるのおかしいだろ。それ突っ込まないでもらいたいね。あの、ドンペリは無理だからね。あくまで俺がね、カエル範疇。かつ、俺が、あの、ああ、
無理だわっていうやつは、基本的に買わないから。だから俺今まで、ビールとかだって250円以下で、250円でも高いと思ってるけど、その結局そういうことだよね。お前、例えばさ、有機栽培のさ、人参、大根、大根1個、1本、100円そこそこで買えるだろ？あれをさ、お前わざわざさ、1000円とかさ、500円とかで買うやついねえだろ。それと同じなんだよ。そういうのちょっとね、まあ、分かってもらいたいっていうか、まあ、この動画見てる人間で、そんな富豪のやついねえと思うから分かると思うけどね。あくまで俺、庶民の味方だからね。うん、てか庶民だからね。あくまでもね、そこはちょっと、ご了承いただきたいですね。お前、酒好きな新潟人なのに、お前、酒好きのくせに、お前、酒のさ、お前、久保田のお前、まんじゅ飲まねえのかよ、とかさ、お前、久保田のお前、一番高いなんかある、お前、新潟人のくせに、お前、飲めねえのかよ、とかさ、そういうコメントは、一切受け付けませんから、僕は。飲め言われても飲まないから、買わねえから。絶対買わねえよ、俺。だいたい、久保田なんてお前、もう、百獣飲んでも、俺、とりあえずね、俺の、判断基準として、例えば、まあ、焼酎、いや、焼酎じゃん、日本酒だとさ、結局さ、何でもかんでも、まあ、日本酒、ウイスキーとかでもそうだけど、まず一番その、安いやつがあるでしょ。いわゆる普通酒とか。日本酒で言うと普通酒。ウイスキーだったらまあ、いわゆるノンエイジですよ。で、何の年数表記もないやつ。をまず飲みました。うまい、まずい。まずければもうそれで、もうそれ以降その、シリーズは買いません。もし、うまかったとしたら、じゃあ次のランクの、まあ、ウイスキーだったら10年とか12年、ランクをアップさせて飲んでみる、みたいな、感じていくんだけども、久保田とかに関しては、正直久保田、日本酒のね、まあ、いわゆる王道っていうか、プレミア王道的な、新潟のね、あれ、久保田はまずいですよ。あれ、なんであんな値段するかわからん。まあ、いわゆるね、そういうことっすよ。ああ。久保田はまずい。俺が断言しよう。あんなの新潟の日本酒代表としてのおかしい。新潟の日本酒。いや、日本酒といえば、もう久保田だみたいな。あるでしょ。あらもう、全くの、もう出まかせるどころの話じゃない。あんなもん。もう百獣飲んだ感じで言うと、もう、まずい。結局そういうことっすよ。一番地べたにあるやつがまずければ、もうそれ以降のやつも、俺はまずいと思ってます。結局値段相応、一番安いやつでね、がしっかりしてないと、やっぱダメなんですよ。地べたがしっかり、その、地べたにね、しっかりこう、足をつけてる。その基礎となる基礎ですよ。基礎のね、ものがね、しっかりしてなければ、絶対次のランクなんて、絶対、うまくない、もしくは、価格だけ上がって、大して美味しくないっていう。感じなんです。もう俺もう大体それでも分かったからね。だから、そういうのが、あるんで、俺の中でね、もう、俺の、考えです。そういう考えで俺生きてますから。うまいものっていうのは、本当に美味しいものっていうのは一番低レベルのやつでも美味しいんですよ。それがもう八海山とか、しめはりつる、星の乾杯、
もうあれに顕著に現れてる。いかに安いやつだろうと、うまい。ものはうまい。まあ日本酒で言うと。ウイスキーで言うと、まあ、そうだね。ウイスキーで言うと、まあいろいろありますけどね。ウイスキーはね。まあ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 。結局そういうことっすよ。何でも地べたがまずければ、結局その開発会社の、開発してる会社の方も、ね、まあ、お後が知れてるっていうことっす。ね、うん、まあ、そういう、俺の中でね、感覚です。まあそれに反対する人は、まあ、当然いるとは思いますけど。あくまでも、そういう考えの人は、もう残念ながら、本当に申し訳ないですけど、俺はそういう考えじゃないっていうのは、ここで、まあ、ここの今見てる人間がね、あんまりいるかどうかはわかりませんけど、まあ、少なくとも、俺そういう考えで生きてますんで、ただ、とりあえず、高いね、高い商品をね、望んで、このチャンネルに登録してる方は、申し訳ない。合わないと思いますんで、チャンネル解除していただきたいです。本当に申し訳ないです。まあ、うん、そういうことっすね。本当にそうだと思う、これは。酒に関しては基本的にやっぱり、底辺から飲み始めてこそ、やっぱり本質がわかるっつうか、そういうことだよね。例えばさ、まあ、例えることも俺も頭回んねえけども、いいけど、まあ、そうなんだよな。本当にそうなんだよ。本当に。ね。本当にこれ同意してくれると人いたら、本当にありがたいんだけど。コメントでね、同意ですとかってコメントあるとすげえ嬉しいんだけど。難しいよな。まあ、あくまでね、これはまあ、しょうがないね。合う合わないのあるかな。そういうことですよ。ウイスキーにしろ、日本酒にしろ、焼酎にしろですよ。全部そういうことですよ。うん。ビールにしたって同じ。いや、ただね、極力、別に極力、範疇だったら別に問題ないんですよ。コメントでね、結構いただく、これ飲んでくださいっていうのはあると思うんで、それはありがたい。非常にありがたい。ただね、あくまでも、これ飲んでくださいって言ったとして、俺がね、ああ、無理ですわ、っていうことになったとしたら、まあ申し訳ないですけど、そういう人間なんですっていうことです、俺は。ただ、答えることには答えたいとは思ってます。一応ね。うん。当然、この、ね、チャンネルはね、結局、リスナーさんの協力があってこと。リスナーさんがいなければ俺はやりませんか。やりませんか、ね、こんなやっていけない。うん。まあ、結局そういうことですね。だから、極力答えます。ただまあ、限度を超えたやつとか、
まあ、例えば、ね、まあ、むちゃくちゃなのとか、ドンペリ飲んでくれや、とか、いうやつとか、まあ、無理です。無理です。申し訳ない。無理。あ。あくまで俺が金があったとしても無理だ。それは。少なくともドンペリ飲みます。飲んでください。なんで飲まねえんだとかっていう批判は受け付けません。僕は。まあ、悪いけど。俺が金があったとしても無理です。あ、それは無理だ。ただね、まあ、この動画見てる人、ほとんど多分、庶民の人だと思うんだよ。俺がね、俺と同じく多分、庶民の人、庶民だと思うんだよな。だから、それはやっぱり、まあね、申し訳ないですけど、本当に。むしろ俺、そういう、庶民っていうか、金あってもね、やっぱね、こういうその、底辺の酒っていうのは非常にね、興味深い。高い酒なんてさ、高いっていうだけなんだ。結局。なんで高いか。ん？なんで高いんですか？って聞かれたら、いやー、例えばさ、なんかさ、無農薬栽培の有機栽培だとかさ、アホみたいなこと言うでしょ。ね。そういうんじゃないんだよ。別にね、有機栽培だから安全だとか、農薬使ってないから安全だとかね、体に影響ないとかね。お前、じゃあお前酒飲むなよって。体に安全だからお前酒飲んでんのか、お前。あ？おい。お前おかしいだろ。そんなにお前有機栽培がいいんだったらお前大体酒なんて、そう、酒自体お前、あれだろ。おかしいだろうかよって。酒自体悪なんだからさ。悪っていうかその、今吸ってるタバコだってこれ悪なんですよ。悪っていうかその、体に悪影響なんだから。ね。お前、酒だってお前、まあ、ちょっとずつだったらお前いいけど一日な。薬になるかもしれんけど。基本は、体に悪いですよ。それなのに何、有機栽培なのな？な、わけわからん、国産なのな？わけわからんこと言うだろう。そうじゃねえんだって。お前別にさ、体にいいから飲んでるんじゃねえんだよ。酒なんてさ。うまいから飲んでんじゃん。な？お前、有機栽培の方がうまいか？まあ、うまいっていう人もいると思うけどな。確かに。それはでも、多分、脳内の、なんか、あれなんじゃないの？勝手な、いわゆる妄想だと思うぞ。有機栽培イコールうまいなんて誰が決めたんだ？とは思うね。俺は。有機栽培だから、金かかってるから、うまいなんて、金イコールうまいなんて、金かけたイコールうまいって。おかしいだろ。ウイスキーだってビールだってそうだよ。高いものイコールうまいなんて誰が決めたんだ？いや、逆に安いものイコール、まずいなんて誰が決めたんだ？そうじゃないだろ？ね？
そうじゃないと俺は思うよ。当然な。あの B 級グルメだってな。うまいものはめちゃくちゃうまいんだよ。俺逆にだってお前、フランス料理とかなんて大嫌いだった。修学旅行の時食べたけど。何あれ。くっそまずいやん。何あの、クソみたいなフレンチ料理。バカじゃねえ。まずすぎるわ。高いものイコール、てかいか、値段イコールな。うまいまずいの基準になるなんねえんだよ。そういうこと。ぜひね、この、俺にね、同意してくれる方はね、あの、下のコメント欄にコメントください。まあ、今40分ですけど、40分まで見てる人今いるかどうか知らんけどもね。まあ、いたら非常にありがたいです。本当に。そういう基準で僕はやってます。ので、ね、まあ、残念ながら、俺はもう別にチャンネルはね、チャンネル人数別に減っても構いません。俺のチャンネルにはね、ちょっとやっぱそこら辺理解してくれる人のチャンネル登録は待ってますんで、そっちの方がいいよね。個人的に。個人的にやっぱりそういう理解のある人のチャンネル登録の方がありがたいんで。ということで、ちょっと長くなりましたけど。まあ、そういう感じで、僕はあの動画投稿してますんで、よければね、コメントの方をね、手軽にコメント、なんでもいいんで適当にね、打ってもらえたら、私の活力になりますんで。それでは、3353です。ご視聴ありがとうございました。